はいどうもこんにちはこんばんは、じゅんと申す者です。今日も PTCGO の実況をやっていきたいと思います。今日使うデッキがこちら PGX のズガドーンになります。まず紹介したいカードがこのズガドーン、 HP120 の炎タイプでウルトラビーストです。技が2つありまして、1つ目がブレイザー、炎1で使えて10ダメージ、裏になっている自分のサイドを1枚表にする、そのカードが炎エネルギーなら50ダメージ追加と。なので炎エネルギーであれば60ダメージになりますね。ウルトラビーストって結構サイドを扱う能力が多くて、鉄火具や GX とか神剣 GX とかズガドン GX もサイドを触る能力持ってますね。ウルトラビースト特有の、サイドを見るというかサイドに関する技が1つブレイザーですね。でもう1つが火の玉サーカス、これを基本的に使っていくんですけど、炎3エネルギーで使えて自分の手札にある炎エネルギーを好きなだけトラッシュし、その枚数かける50ダメージ。でこれ炎3エネルギーっていう、ちょっと多い気もするんですけれども、これで炎エネルギーに関しては火打ち石もありますし、炎の結晶まであるので、かなり炎エネルギーを持ってきやすい構築になっているんですよね。なのでズガドンにつけるエネルギープラス手札に炎エネルギーを抱えることは十分可能なので、この火の玉サーカスかなり打点も出せますし、50刻みっていう相手によっても打点を変えることができるので、かなり器用な技になっております。でそれをサポートするのがこのジラーチですね、願い星、いつも通りですね。あとはこのビクティニプリズムスター、 HP90 の炎タイプです。技インフィニティ、炎エネルギー2つで使えて自分のトラッシュにある基本エネルギーを全て相手に見せ、その枚数が切るのに20ダメージと、その後見せたエネルギーを山札に戻して切ると。このデッキエネルギーを手札に回収する札が炎の結晶とエネルギー回収の計7枚入っているんですけれども、どうしても回収しきれなかったり山札に戻したいっていう時があるんですよね。そういう時にこのビクティニを使うことによって山札に戻すことができ、かつ打点も結構稼げるんですよ。例えば8枚ぐらい落ちてたら160ダメージ、非 GX ポケモンワンパンできますね。基本的な動きとしては1ターン目はリーリーを打ちたいですね。リーリーを打つことができればエネルギーをとりあえず1枚つけて、次のターンから溶接口でズガドーンにさらに2個つけて、できたらねこの願いのバトンも貼りたいですね。また再度エネルギーをつけるのはちょっと手間なので、願いのバトンをつけていてあげると、エネルギーをつけたズガドーンが倒された時にベンチポケモンのズガドーンにエネルギーを貼ることもできますね。であとは手札にエネルギーをできるだけ多く持ってきて、火の玉サーカスで相手に合わせて手札をトラッシュして相手のポケモンを倒していくという風なデッキになっております。それでは早速対戦の方に行ってみましょう。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。相手が草単タイプと、これは弱点をつけるのでかなり相性が良さそうですね。おそらくセレバナだと思うんですけど、セレバナに対しては3エネルギートラッシュでセレビー&フシギマナを倒すことができますし、相手はズガドーンに対して1枚ずつしかサイドを取ることができないので、これはかなり相性が良さそうですね。弱点保険とかがあってもこれはおそらく勝てますね。はい、対戦よろしくお願いします。やっぱ相手がセレバナでしたね。お嬢様、結構珍しいカード入ってますね。セレバナといったら普通は、シロナとかがドロソなんですけど、ここはお嬢様が入っていると。これ1ターン目から倒すのは不可能なんで、とりあえずリーレー打っていきますか。4枚ドロー、願い星かな、溶接口、スケープボードかな、スケボーを持ってきておいて、これジャッジマン打たれる可能性があるんですけど、さすがに前のジラーチにスケボーつけておくのはちょっと嫌なんで、ターンエンドしましょう。これ次のターン溶接口を引いたらセレバナ倒せそうですね。種棒、ダーティングが入ってるんですかね。アクサ1だったんで、これは攻撃はされないと。さらにネストボールからツボツボ入ってますね。いろんな草タイプが入ってますね。でエンディングして、起きると。ここは溶接口を引いていく、偉いですね。ここポケギアからでよかった気もしますね。いいでしょう。苦い星使って、ここは、火打ち石、炎の結晶。難しいですね。レスキューターンからもいい気もするんですけど、言うてですね、火打ち石、結晶かな。結晶持ってきておきましょう。で、これ3年トラッシュでセレバナを倒すことができるんで、とりあえずエネルギー、エスケープボードつけて、逃げまして、この状態で火の玉サーカス3枚トラッシュと。ほんと、このデッキ、草タイプに対してはめちゃくちゃ強いんで、特にセレバナに対しては、弱点保険を採用してる方少ないんで、もう相当相性が良くて、3枚トラッシュでセレバナを倒すことができると。この願いのバトンもいいですね。おそらく次のターンにこのズガドーンを倒すことができないと思うんで、願いのバトンを貼ってウルトラスペースからしっかりとズガドーンを、後続のズガドーンを持ってきてっていう動きで良さそうですね。このツボツボの特性もズガドーンに対しては効果がないんで、トリプルポイズンで3毒を与えていくと。ここはウルトラスペース張りまして、ズガドーン持ってきます。
出しまして、願い玉トンつけて決勝打って3枚回収と、まあ、これも弱点なんで2エネルギートラッシュでいいですね。だったら使わなくてもよかったですね、炎の結晶で弱点をついていくと、まあ、これはもう相性差としか言えないですね。もともとこのデッキ GX デッキに対してはかなり相性がいいデッキなんですけど、さらに弱点をつけていくっていうところになると、まあ、ほぼほぼ勝てますね。このデッキ事故ることも結構少なくて、ジラーチプラスポケギアまで入ってるんでかなり動きが安定してるんですよね。フェロマッシュを持ってくると、ここはダーテングで攻撃していきますね。40点で混乱。あ、ここは倒されてしまいましたね。倒されてしまったんですけど、毒で倒れたんで願いのバトンの効果が発動しないと。なんですけど、ここは溶接口があるので溶接口でつけまして、さらにつけまして炎の結晶を3枚回収。まあ、ここは3枚トラッシュで倒すことができますね。逃げまして、火の玉サーカス3枚トラッシュと。はい、対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。相手がノーマルとトータイプと、トータンタイプだと思うんですけど、デッキがわからないですね。昔だとルガルガンタンというか、ルガルガンにマッシブーンとかが入っているトーデッキがあったんですけど、まあ、今だと格闘道場とかも入っているので割と強い可能性もありますね。あのデッキ、せせらぎの丘と格闘道場がめちゃくちゃスタジアムとして強くて、トータイプ出せますし、で出し終わったら格闘道場に付け替え、張り替えて、しっかりとダメージを与えていくという動きが今だと強いと思いますね。結構初手強いですね、これ。1ターン目はどうしてもリーレを打っていきたいんで、溶接口は2ターン目からでいいですよね。1ターン目から攻撃することもできるんですけど、まあ、そんな無理しなくてもいいんで、相手が GX だった場合は、溶接口で1ターン目リーレ打って、2ターン目から溶接口でエネルギーをつけていってっていう動きでいいんですけど、まあ、相手が非 GX だった場合は1ターン目から溶接口で攻撃していくっていうタクもありえますね。相手マッシブンスタート、ちょっとこれはきついですね。まあ、マッシブーンは一応ワンパンで倒せるんですけれども、まあ、ちょっとベンチまで ダメージを与えられてしまうっていうところはきついかなと。まあ、これおそらくマッシブーン出してきますね。ピアンシーでしたね。まあ、これ2枚取りがかなりきついんで、2面取りされると厄介ですね。エネルギーつけてここはリーレ打っていきましょう。1体目はリーレが強いですね。ジラーチ、まあ、こちらジラーチ出して願い星かな。ネストボールがありましたね。ネストボールでいいのかな、難しいですね。願いのバトンでもいいんですけど、願いのバトンかな。願いのバトン持ってきておきますか。まあ、入れ替え手段がないっていうのも正直あるんですけど、まあ、そこは問題ないでしょうというところでターンを終了。次のターンはこのジラーチ、まあ、倒されちゃってもまあ問題はないかなと。倒されちゃった場合は、まあ、ククイとかで倒されてしまった場合はズガドーンを出していいのかな。倒され、まあ、そのままジェットパンチですね。ジラーチに50点と後ろのズガドーンに30点が乗っていくと。ジラーチしか引きませんね。ここは溶接口からかな。溶接口で2エネルギーを、ズガディーンつけまして3枚ドロー。ズガドン引きましたね。これ入れ替え手段がないんですけど、ズガドン出すの確定でバトンを張るのも確定なんですよ。ここブレイザー打ちに行くのはさすがに弱いですよね。うん、難しいな。願い星だけしてターンエンドでいいのかな。そもそもエネルギーが足りないんで倒すことできないんですよね。なんで、ここはちょっと弱いな。リーリエ回収してもな。ネストボールかなり腐ってるんで、このネストボールとジラーチかなり腐ってるんですよね。炎の結晶はハンドに2枚あるんでいらないんですよね。そうなってくると、まあ、ここはリーリエかな。リーリエ回収しましょう。次のターンはスケボープラス、スケボープラス、ヒューチーシとかが欲しいんですけど、まあ、結構難しいですね。ジラーチを前に出さなくてもいい気もするんですけど、正直あのマッシブンかなり厄介なんで早めに倒しておきたいんですよね。となってくると、でもズガドーン前に出すのはないと思うんですよね。4エネルギートラッシュが必要なんで、まあ、現状今1エネルギーしかハンドいないと。穴抜けの紐、この穴抜けの紐はまあジラーチですね。ディアンシーを出してくると、これグズマですね、おそらく相手。あ、スイッチでしたね。普通にスイッチを打って入れ替えて、まあ、これはジラーチ、後ろのジラーチまで考えるとジェットパンチなのかな。そうですね。お、ジラーチを倒してこないと。なるほど、うまいですね。この動きが正直一番厄介だったんで、相手も分かってますね。ポケギアから溶接口がないん。いやー、ここきつくなってきましたね。願い星打ちますか。あー、未だに何もないと。もうここもスイッチ使っちゃうしかないのかな。
グズマもあるんで、ヒウチ石持ってきて後ろの鉄火具屋倒すっていう卓もありえるんですよね。ヒウチ石が欲しい。ない。いやスケボー弱いな。まあスケボー、まあ、回収するしかないんですけど、ここブレイザー打ちに行く卓ありますかね。で60点出すことができればちょっと有利になるんですよね。いやエンドしときますか。ちょっとヒウチ石が引けてないのがかなり弱いですね。ここもジラーチに面取りされちゃっていいんで、正直2面取りされてジラーチ前に出してヒウチ石をしっかりと持ってきてマッシブンを倒しに行くっていう動きをしたいんですけど、マッシブンがもう1枚出されていく。ここはどうダメージを与えてくるかですね。後ろのジラーチはあくまでも残すと。なるほどなるほど、まあ、こう願いのバトンを破壊することができないんですけど、とりあえずヒウチ石、あーこのヒートバック強いですね。ナイスヒートバクトリー。溶接工、ここはネストボールでビクティニとか出しておくのかな。弱そうですよね。願い星ヒュチ石ナイス。このヒュチ石は反撃ですね。切るカードがリーリエと何かな。リーリエとネストかな。リーリエとネスト切りましょう。モノエネルギーを4枚回収と、まあ、ここは願いのバトンがあるんで結構大丈夫そうですね。溶接工は打たなくていいのかな。打たなくて良さそうですよね。このまま入れ替えちゃいまして、しっかりと火の玉サーカス4エネルギーをトラッシュして200点ですね、与えていくと。これサイドちょっと先行されちゃってるんですけど、で願いのバトンまで貼られちゃっているんですけど、まあ、これ結構強い動きできてるんで、まあ、ターン数的には遅くなってしまったんですけど、ここから全然巻き返すことも可能ですね。で次のターンにサイドを2枚取ったとしても、こっちがサイドを2枚取り返せばまくれるので、これどっかのタイミングでビクティニを使う可能性もありえますね。テッカグヤを出してくると、ね、ここはちょっと予想外でしたね。このロープは分かんないですね。ジラーチなのかはたまたズガドーンなのか。でも相手マッシブン出してくると思うんで、このジラーチ倒されちゃっていいんですよね。倒されちゃっていいのでこのジラーチ出しちゃいますか。さすがにジェットパンチで2枚取りしてくると思うんで、格闘道場、まあ、これは1回使いたいので問題ないですね。あ、なるほど、ベンチポケモンは願い的発動しないということなので、まあ、ここはそれでも大丈夫そうですね。エネルギー8個あるんで、じゃジラッチ出して溶接工2枚からつけまして、もう1枚つけまして、炎の結晶から3枚回収、さらに炎の結晶から3枚回収と。でここは願い星使いまして、レスキュータンクこれどうするか結構迷いますね。いやスイッチかな、ここさすがにスイッチ持ってきて、レスキュータンクはまだ使わなくても良さそうですね。入れ替えまして、この状態でしっかりと火の玉サーカスを打っていく。4枚トラッシュで200点と。これで相手のテックウェアを倒すことができればもう勝ちなんで、ムキムキパッドついてるんですけど、250点出せばいいんですよね。250点出せばいいとなると、エネルギー5枚トラッシュでいいんで、おそらく勝てるかなと。次のターンテックグヤがこのズガドーンを倒してくると話は別なんですけど、まあそれでも大丈夫そうですかね。ここスイッチじゃなくてエネルギー回収でよかった気もしますね、今となってみると。テッカグ出してくる。そのままだと倒れないんで、ククイとかを使ってくると倒されちゃいますね。はい、じゃあまあシャドウ GX を出してくると、これグズマとかで狙うのもありですね。そのまま攻撃してくると110点。ここをちょっと耐えたのが偉いですね。じゃあここは炎の結晶からエネルギーを3枚回収しまして、火の玉サーカスでエネルギーを5枚トラッシュしていくと。はい、対戦ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、動画の高評価、 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。